おい、貴様。昨日は楽しかったな。うむ、手伝ってくれるのか。うむ、よかったのだ。では時間がない、急ぐのだ。ここで看板を作るのだ。そういう作業は得意であろう。努力するがいいのだ。ではメイは知的労働に従事してくるのだ。作業ははかどっておるか。そうか、では一休みするがいいのだ。どうしたのだ、ハニワのようなびっくり顔して。欲しくないのか。施しは伊集院家の美徳なのだ。毎年たくさんの慈善事業に。照れてなんかおらんのだ。そうなんだ。うむ、なのだ。なあ貴様、この作業は楽しいのか。であるか。メイが？本当か？やってみるのだ。確かこうだったな。初めてに決まっているのだ。お抱えの大工たちはよく目にするのだ。安心するのだ。目に不可能はないのだ。せーの、どうしたのだ。
初めてにしてはあまりに華麗な動きに驚いたか？素直になるのだ。しかし釘というのは随分と柔らかい感触なのだな。ん？何なのだ？どうしたのだ？て、てって。え？あ。こんな簡単なことができんのだ。でも口惜しいのだ。貴様だってさっきはあの山猿だって楽々とやっていたのだ。メイは私は見てないけど、何かあったの？また何か問題起こしたのかな？冗談冗談。そんなことより、急いでるなら、探すの手伝おうか？私がいると、都合が悪いのかな？嘘嘘、よくわからないけど、急いで探したら？
ちょっと待つのだ。今忙しいのだ。終わったわけではない。キリがいいとこに行っただけなのだ。貴様、もう帰ったと思ったが。であるか。あれから伊集院総合病院に直行したのだ。もう痛みもない。日本一のスタッフなのだ。いや、今日はもうやめておくのだ。うむ。ところで貴様、なぜここに戻ってきたのだ。貴様ごときに心配されるとは、メイの価値も急落なのだ。でも、貴様にはその感謝してるのだ。何度も言わないのだ。貴様は他の奴らとはちょっと違うのだ。メイの家柄とかメイの才能にひれ伏さないし、メイを他の庶民たちと同様に扱うし、そうなのだ。失礼極まりないのだ。こんな扱い初めてなのだ。貴様の感性の鈍さにはついていけんのだ。今は別に責めてるわけじゃないのだ。とにかく本当に初めてなのだ。今日はもう遅いのだ。帰るのだ。では、また明日なのだ。